何があるんですか。今日はここが新しくなります。よいしょよいしょよいしょ。あ、朝だ私たちもね、綺麗になれるように努力します。おはようございます。おはようございます。はい、今日は工事の方に、はい、道場のこの扉、電気、はい、あと、事務所の扉をやってもらいます。 あと笛を作っていただく、その宮崎さんが、今日の内容なんですけど、2階部分の修理の作業と、あと電気屋さんの方で照明の交換、本日は皆さん怪我のないように注意していただいて、安全に作業を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからリフォームが始まりますよ、見ててくださいね。え、これ栗って書いてるんですか。そう、栗の木。え、栗の木なんてあるんですか。すごい。で、木によっても軽さとか重さ全然違うので、これ一番硬い木なの。ハードコアだから、ちさこさんの。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、すごいです、階段が、お邪魔にならないようにね。はい、お邪魔にはなりません。すごい、ここ私たちが今後の行き来上り下りする階段になっております。お世話になるんで、ちゃんとよしよし仕上げて、そうですね、はい、こうやってはい、OK、はい、そう、上がだから2階ができる。え、で、あれだよ、2階が違う、下がグッズ、上が作業場。あ、自分たちの作業場が上に、だってグッズの上り下りがちょっと危ないでしょ。危ない、確かに。あ、すごい、やっぱプロなんですね。プロだ、プロプロだよ、プロだよ、プロだよ。プロだよ。すごい、あと5本割りと、はい、OK、 いきます。まずここもすごいです。すごい、めっちゃ綺麗。しかも電気ついてますよ。すごいっすね。すごいっすよ。ここにもその綺麗っすね。最高じゃん。仕事がはかどります。これではかどらなかったら何が問題かは明白ですよね。はい。ここまで快適な環境が用意されているのになお。こっちの手でこう押さえて、こっちの手でこう引くように、こっちもこれ押さえると大丈夫。うわ、結構力いります、これ。
そう、今平行に全然できてなかったですもん、私。うわー、すげー、すげえ、めっちゃ重いし力いるし。これは何を、この道具、めっちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい匂いします。うん、新築の匂い、新築の匂い。めっちゃいい匂いします。モデルハウスの匂いがします。すごい、うん、お疲れ様です。いや、2日間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、司会の岡ゆりか選手でございます。はい、本日司会を務めさせていただく岡ゆりかと申します。はい、じゃあ中をね、はい、見ていきましょう。わー、ドアが見てください。嘘くさいぞ。めっちゃ軽いです。これ見てください。うん、いいですね。いや、もうこの軽さにもうまず驚きを隠せない岡ゆりかですね。見てください、こんなに高くなってます。いつもトップロープから何かを練習するとき、いつもぶつかりそうでちょっと怖がってた自分がいたんですけど、もうそんな必要もなく、見てください、このね、もう電気のおかげでリングも輝いて見えますし。ちょっと言い過ぎじゃない？大丈夫？言い過ぎじゃないです。色が違うんですね、電気の。そのおかげでやっぱもっと綺麗に見えますね。で、次こちらの中を見ていきましょう。はい、お、見てください。電気をつて電気がついてます。見てください、これ。リングじゃないですか、これ。これをなんか自分のサインとか入れる感じですよね、これ。すごいです。ここになんか棚みたいな、神棚っていうんですかね。いや、釣り戸棚でいいです。釣り戸棚。ツンツン棚が。で、見てください。今までもここ真っ暗だったんですよ。でもここに電気がつくことによってもめちゃくちゃ明るいですね。めちゃくちゃいいです。もうお気に入りです。はい。じゃあ私はちょっと上を登らせていただきますね。慎重に慎重に、落ちないように慎重に慎重に。はい。うわあ、すごい。見てください。新築の家みたいにめちゃくちゃ綺麗です。何ですかこれ？これあれ座る場所ですか？違うよ。机ですか？机ですよ。どう考えても。机をこう持ってくることなく、もうここが机あるんでね。うん、いいですね。これはなんとか棚です。棚。めちゃくちゃいいです。あと椅子持ってくるだけでもうここで勉強しちゃえますね。そうです、そうです。で、勉強します。あ、プロレスの勉強をね。見てください、こっちから見てもリングがね、見えます。この景色はいいですね。で、見てください、これは何ですか？教科書入れる棚みたいな棚です。はい、めちゃくちゃいいですね、ここにもう全部いいですよ。はい、本とかね、詰めたいと思います。はい、電気もね、もうこんな近くにあるんで、ここはもうめちゃくちゃ明るいスペースに、ね、なっています。いや、本当にありがとうございます。もっとプロレスを頑張ろうと、本当に思いました。はい、光栄です。この工事のおかげで、もっとね、強いプロレスラーになりたいと思います。はい。リフォームをしてもらって、まあ、リフォームしてすぐはね、綺麗なんですよ、絶対。でも大体1ヶ月、2ヶ月経ってくるとまた汚くなってくるんじゃないかということで、今日1ヶ月経った今、チェックしたいと思います。ギャン！じゃあ早速。はい、いいですね、もちろん閉めちゃいますね。もうすっかり仙台も冬でして、寒いです。朝はマイナスですからね、本当に。ビッグショップ、かっこいい、このポスター、ありがとうございます。でね、やっぱ電気もいいですね。前の動画でも言ってたんですけど、これいいと思います。で、早速なんですけど、この部屋、グッズ部屋として今使われてますね。普段一番使ってるのが岩田選手ということで、今日は岩田選手に話を聞いてみたいと思います。
どうもどうも、はいはい、あ、今ちょっと普通やってました。お、私用意してたんです。やらせじゃないです。はい、はい、じゃあちょっと入ってみましょう。なんかいいですか、入ってみも。どうぞどうぞ。はい、じゃあじゃあ、普通にしてやってます。あのアトリエみたいになっちゃって。あー、素敵素敵、あー素敵。あ、これいいですね。ここリング何入れるのかなと思ったら、こう長谷さんからいただいたメッセージをね、しっかり入れて、ここはアスカさんからいただいたメッセージ貼ってあって、これね、負け続けると勝ちがやってくれて、ゴーゴーさんね、やって、あ、この令和という文字は誰が書いたんでしょうね。これ橋本千尋が書きましたじゃあないねんその振りは、はい、いらんねんそんなのは、まあ、どんな点が使いやすくなったかっていうのをね、ちょっと聞きたいなと思って。そうですね、はい、そうね、まずやっぱ向こう、あのリングサイドにもともとこうグッズがブワーッと並んじゃってたんですけど、はい、結局こう、なんだろう、重ね置きしてたから、うんうん、1回か下のもん出すとき全部下ろして、はい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 、出して出して、もうそれだけで筋トレ、はい、なんですけど、うん、やっぱここはもうポートレートあって、うん、タオルの在庫あって、うん、T シャツあってっていう感じなので、もうとにかく準備しやすい、ノンストレス、これもう本当にありがたいですね。あの喜怒哀楽の激しい岩田さんにとってここは本当に最高しかないですよね。気楽、気楽の場所となっております。度が一切出ない場所、唯一の、はい、素晴らしいですね。ということで、これからもでも綺麗に使ってますね、やっぱり。そうな、だいたい1ヶ月ぐらい、うん、だからこれね、使う人によるからね、じゃないとね、またすぐオンボロって言われちゃうから。オンボロだけはね、オンボロだと思ってなかったまあオンボロだと思ってないので、まあでももちろんね、綺麗にしていただいた道場を綺麗に使う、はい、これが礼儀ですよ、はい、やっぱここが一番なってないとね、はい、なので綺麗に使い続けますよ。ありがとうございます本当に、はい。で、あのこの上ができたということで、はい、あの普段若手が使ってるんでなかなか私たち行かないんですけど、今日はねチェックしたいと思います。よーしゃー、抜き打ちチェックやな、はい、行こう。この階段もなかなか登らないんでね、なんか新鮮ですね。あのね、若手は本当整備整頓が苦手なので、うん、そこ心配なんですけど。そうだね。行ってきます。行ってきます。あ、いや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 。ちょ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 、入ってすぐね。入ってすぐね。星が来て。めちゃくちゃ星取るやんこれ。まなみの仕業やろこれ。これリフォームしたての時なかったよね。ねえ。まあまあね、干す、はい、とりあえず干すよね。これめちゃくちゃ食い時じゃない今美味しいんじゃない。めちゃくちゃ美味しそうだよ。私がチェックしてるからすごくあ、めちゃくちゃうまいすごい綺麗じゃないですか。いや、まあまあまあ、はい、思ってたより綺麗。でもなんかね、うん、なんかこういうのとかですごい嫌なの私。あ、わかる。だったらね、なんかこうまとめるとかさ、なんか移し替えるとか、うん、このピラーンみたいなのがもうすごいね、良、うん、くないな。収納の仕方が下手くそっていうのかな。そうだね。で、綺麗には使ってると思う。すごい綺麗には使ってた。なんかこういう隙間とかの使い方が、そうね、まだかなみたいな、はい、これを直に置くっていう、箱、うん、足直に置くっていうスタイルで、うん、見てください、ここにあの師匠が師匠が乗ってバイクに、あいつだって師匠いらんねんって怖いですね。いやいや、映さねえねんめっちゃ面白そうだ。やりたい。これ新春企画でやりませんか。あ、いいかも。やりましょう。誰が一番か。そうだね、賞金出そうよ。出す。いくら。1万円おい。あ、じゃあこれかけてやりたいと思います。はい、はい、ということで、あの1ヶ月経った今もこうして綺麗に使っているということで、これを半年1年で続けて綺麗な道場を保っていきたいと思います。はい、仙台市建設職組合の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。オンボロ道場とは言わせない。